こちらも食材はそこで買えば。そうですね。あ、今日はあの、うん、全部本当に用意してる感じですかね。本当に。飯は。マジで。はい。だからゆうさんはもうブリッジしててください。あぐらじゃない。あぐら。どうしなくていいんだ。刺身と、あとは煮付けも行きますか。最後お寿司を重ねて、白糸本当に白糸白糸本当に煮付けなんか買おうかな。どっしりって、原酒なんで17いいね、原酒。富士山が抜けましたね。まあまあいいか。ある程度富士山隠れましたけれど、じゃあ行きましょう。じゃあ、はい、じゃあこちら。おじさん、俺おじさん。じゃあ俺こっちに出して。はい、キャンプに乾杯。アンドキャンパイ。乾杯。よろしくお願いします。よろしくです。このご縁を大切に。いや、本当ご縁ですね。本当にありがとうございます。これは俺好きだな。どうですか、みっちゃんから見て、この金目。いや、だいぶいい感じの、サイズ的にもちょうどいいサイズ。へぇー。みっちゃん、腰大丈夫ですか。大丈夫ですよ。だいぶ、もう、90ぐらいのばあさんみたいになってたけど。どんな状況でもやってるのが痛まれるんだ。みっちゃんにその最高の環境を与えてあげたい。確かに。内臓も食べれるんですか。食べれるところは食べましょうか。これは見つけです。店長、よし、ナス。どうですか、脂の乗りは。脂
それいいね。いい感じに乗ってるね。よかった。置いといて、置いといて、ちょっと締めときますよ。なるほど。通すだけでいいんですね。そうですね、表面の。細かいゴミを取っていくんですね。これ鱗とね。あれだ。それいいかも。かしだ。コメントで乾杯多すぎるみたいな。しょうがないじゃないですかね。テンション上がるからね。しょうがないじゃないか。じゃあやりましょう。みっちゃん今日もよろしくっす。よろしくっす。おお、すごい。せじじさん御用達の乗せマグロが美味しいんですね。どういうことを意識して盛り付けるんですか。一番奥を高さを出して、うんうん、でだんだん下げていくっていう。そうすると立体感が出て綺麗に見える。結構でもツマは少なめですね、それ。うん、少ないね。一体感を出すのは腕ですね。ですね。うん。いや、お刺身でパンパンにしてくれてる。ツマを探してこないと。そういうところまで食べる人は見てもらいたいよね。いや、本当ですよね。うん。こういうの作ってるの見てると、うん。これだけで本当、酒飲めちゃいますよね。では、魚生さんのお刺身の盛り合わせ。芸術的っすね。最高かよ。うまそうっすね。ありがとうございます。めっちゃいただきます。よし、いただきます。いただきます。マグロかな。俺もマグロ行こうかな。そして俺は中トロ。中トロ、中トロ、そっちは 中トロかもしれない。中トロ好きな。中トロ、いや、キャンプで中トロ食えると思わなかったな。よっしゃ、いただきます。いただきます。うまっ。もらっていいですか。どうぞ。いや、多分元からうまいんだと思うけど、この空気でさらにうまく感じる。うまい以外になんと言えばいいんだって。じゃあ、皆さんみっちゃんに、みっちゃんに、キャンパーさん、お日よろしくお願いします。みっちゃんに、キャンパー。50枚。最高。
うだ、うん、気になりますね。新ワカメなんですね。今の時期に生のワカメが出回るんですよ。これはあの目でも味でも楽しんでもらおうと思って、うん、昨日買ってきたんで混ぜましょう。ありがとうございます。なんか割り箸いいかもね。割り箸の方が滑んないかもしれない。これもう沸騰しなくても大丈夫です。色が、面白い、すげえ、こんなに鮮やか。いただきます。逃げる、一度戻した。うまいよな、うん。なんか入れたけど、なんかあれ、このこれですね、たまり醤油、関ヶ原。もうこれあのほとんどの料理屋は、うん、たまり醤油これ使ってるので、たまり醤油でこれ以外のたまり醤油使ってるところは見たことない。料亭とか、そうそうそう、板前の割烹料理屋とか、割烹料理屋、へえ、基本的にはもう全部これ、でこれを使えば銀座の味が出せるっていう。煮付けいい感じですか。テリーが出てきましたよ。テリー出てきました。天下の包丁、関ヶ原出たから、だいぶ仕上がっちゃってますね。すごいなこれ。テリーがやばいでしょ。やばいでしょ。これがたまりの力なんですよ。たまり醤油だから出るんですか。たまりは濃いテリーが出る。で最後に入れて、これは本当に、いや料理屋でしょこれ。料亭みつ。みつも何剥いてるんですかそれ。これがあの吹きの皮を剥いてます。吹きの皮。それ吹きなの。これ吹きなんですよ。季節もですね。やっぱその野菜包丁の方が切れるんですか。もちろんあの切りやすいですよ。幅が広い。湾曲してないんですか。幅。この幅が広い。作りは全部一緒なんだけど、和食和包丁。そうなんだ。片刃で。吹きの塔。吹き。吹き。吹きの塔と違う。吹きと吹きの塔って違うんですか。吹きの親が吹き。吹きの塔の親が吹き。みたいなイメージ。金目の煮付け。うまそう。仕上がってますね。煮付けの話をすると、煮付けはこう炊きながら魚の出汁を使って調味料と合わせてタレを作っていくんですね。それが煮付けの美味しい炊き方で、だからこう汁がどん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 なくなって照りが出てくっていう。で短時間で炊くから染み込ませるっていうよりは身にタレをつけて食べる方が美味しく食べれる。塩分があると身から水分が出ちゃうんでパサついちゃうから短時間で炊いて、その代わりタレを美味しくするっていう炊き方なんですね。豊さんちょっとおじき先ちょっとせっかくなんでいただいていい。水をどこが一番美味しいところ。いやここもそこもとか、これめっちゃいいところよ、ね、ここうまいですよ。ここいい行って、じゃあ半分通して、うわもう身がホロホロ。うまい、うまい、うまい、うまいよ。めっちゃ脂乗ってるなこれ。昨日脂すごかったっすね。うん、まあ、うまいと思った。移動しない。うまい。最高。やっぱタイはいいね。うん。じゃあぼちぼち日本酒開けますか。うん、行きましょう。お願いします。もうちょっと早く開けてほしかった。まだあるから、まだあるから、うん。みんなもっと来い、コブもっと来い。はい、一番乗り。はい、どうぞ。お辞儀もやってください。よし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 。
キャンプ愛深いね、うん、めっちゃうまい、これ後目がすごい、ビールだよね。わお。いいね。これもあれなんですよ。あの富士宮の。富士宮のソフト。うわあ、いい。合成じゃないでしょ、この音。うわ、香りやべ。香りっすね。お好みでいいですけどね、自分の皿にはとって、うん、あれは絶対にうまいよね。これ、かつお節と青のりとなんかいろいろ入ってるやつ。そうそうそう、かつお節という、かつお削り削り節、削り節、静岡ってことめちゃくちゃ、めちゃくちゃ香りやばい、めっちゃいい匂いするし、これ、で、おい、おはい、追い出し粉も入れてもいいんだよ。追い出し粉もまた味チェンで。いい、これいただきます。いや最高だな。最高です。マジでね。うん。ぜひ開ける。いいな。多分俺が食った焼きそばの中で一番うまいって言っていいかもしれない。マジで。マジで。ランキング的にも。いや静岡。ちょっと1位と2位の差がだいぶかけ離れるぐらいの。こっから見た時のお辞儀がお辞儀すぎて。下の食った。金目ですよ。これも頭ね。金目はこういう風に食べたことない。すごい。いやすごいな本当に。ちゃんと炊けてました。お、寿司にはバッチリな。よかった。寿司特選寿司図。これはあの市販で唯一俺うまいと思った寿司図。俺これ多分こっちで多分見たことない寿司図だ。三つ缶しか見たことない。一番一ちゃん高いやつ買ってきた。この日のために。うん、高いだけある。あの料理屋さんの寿司酢に近い一番。そんなに入れるんだ。そうなんですよ。思った以上に入れてる。うまいっすよやっぱり。そう。すごい。ああ大丈夫。はい、はい、なんか奇跡の俺がなんか作ってる感じになってる。Happy birthday to you.Happy birthday to you. そう。Happy birthday, dear みーちゃん。はぁ、マジっすか。Happy birthday to you, みーちゃん。ありがとうございます。ここで開けてみてください。なになになに。ただ、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 ただ。みーちゃん、買ったらしい。いやいやいや、ね。うれしいよ。じゃあ、ありがとうございます。4月10日、9日。ありがとうございます。4月10日。10日。10日。おめでとうございます。ありがとうございます。お誕生日、おめでとうございます。ありがとうございます。うわ、めっちゃ嬉しい。めっちゃ嬉しい。乾杯。
てください。取りましょう、取りましょう。醤油つけた方がいい、そのままいった方がいい。あ、醤油はつけてください、うん、素材がいいんで。いやでもシャリうまいよ。うまいっすよね、シャリうまい、うん、炊き方がうまいっすよね。合わせ技だ。顔出た、いい顔してくるんだよ。うまいやつを握ってるやつがいるんだもんな。友達ってさ、自分が褒められるのにさ、はい、友達が褒められるとちょっと嬉しいよね。わかります。そうなんだよね。いただきます。食べてもらってこその炒め美容院つける。いただきます。美容院、うん、美味しいって噂に聞いてたんで。いただきます。やばいね。うん、うん、まっ、うーん、うん、やばい。サミは取れた。いや、出会いに、ありがとうございます。キャンプに乾杯。やっぱ、はい、ちょっと楽しい楽しい楽しい仲間が楽しい。